今回は簡単ブロッコリーとキャベツのガーリックあえの作り方を紹介します。茹でた野菜にフライドガーリックとオイルをあえるだけの簡単料理です。後半に道具の紹介と手入れの仕方のリクエストがあったので中華包丁の紹介をします。それでは作っていきましょう。材料を用意します。ブロッコリー12個、茎の部分は皮を剥きます。キャベツ 60g、 ニンニクスライス1個、ナッツ4粒です。沸騰したお湯に塩スプーン1と油を大さじ1入れます。ブロッコリーとキャベツを入れ茹でていきます。だいたい2分を目安に茹でます。茹だったらザルにあけしっかりと水気を切ります。水で流したりせずそのまま粗熱を取ります。水が切れたらそのまま皿に盛ります。ナッツを軽く空炒りします。こうすることで香ばしさと香りがプラスされます。このぐらいで取り出します。鍋に大さじ2から3のオリーブオイルを入れ加熱します。ニンニクスライスを入れ火を止めます。ニンニクの香りを油に移すようにします。軽く塩コショウをして味をつけます。再度火をつけてニンニクを揚げていきます。このくらいの色になったら OK です。茹でた野菜の上にニンニクとオイルをかけていきます。仕上げに軽く刻んだナッツをかければ完成です。ナッツはアーモンドやクルミなどお好みでどうぞ。柔らかい野菜にフライドニンニクとナッツのサクッとした食感が合わさり香りもよく食欲を進みます。食べる直前にしっかりあえてからお召し上がりください。道具と手入れの仕方のリクエストがあったので中華包丁の紹介をします。あまり道具にこだわりはなく使いやすいものを使っています。中華包丁は3本持っているので簡単に紹介します。まず1本目はこのでかいやつ、これはミソの440の包丁でかっぱ橋に行った時に買いました。初めて本格的な中華包丁を買ったので使う時はモチベーションが上がります。でもとても重くてでかくて腕が疲れるので今ほとんど使っていません。新人の人なんかはこのでかい包丁を使って練習すると技術が上がるのでおすすめです。家庭で使うにも本格的な調理を楽しみたい人にはおすすめですね。次はこの前の職場でもらった中国の包丁です。これは大きさもちょうどよく使いやすいのでいいです。
錆びやすいので手入れがちょっと面倒です。もし中華包丁を買うならこの大きさがおすすめです。最後は今一番使ってるこれ、小さい軽くて軽いので使いやすいからです。みじん切りなどするとき手首や肩に負担がかかるのかかって痛みが出るので、今は楽に使えるものを選んでいます。中華包丁を買いたい方は好みのビジュアルで選べばいいと思います。その方がモチベーションが上がってやる気も出ますから。私のように体に負担をかけたくない人は小さめのがいいです。次は簡単に手入れの仕方を紹介します。砥石は水につけておきます。しっかり水を吸ったらあと包丁を普通に研ぐだけです。包丁の刃を全体を研いでいくだけです。研ぐのも結構大変なんです。まあ簡単にこんな感じで研いでます。包丁が錆びたところはクレンザーを使ってこうやってかけて金たわしでこすればきれいになります。だいたいこんな感じで汚れがだいたい簡単にですけど落ちました。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いいたします。それでは失礼いたします。